ントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。佐賀県鹿島市、干潟を生かしたイベントが行われるなど有明海と深いつながりがあるところなんじゃ。その有明海をじっと見つめる少女が一人、佐賀市にある龍谷中学校に通う熊谷ほのかさん。実は彼女、この有明海に深刻な問題があることを学校の自由研究を通して発見したんだそうな。そのきっかけはスーパーのレジ袋。スーパーのレジ袋やコンビニのレジ袋がちょうど有料化になりまして、でそこで何が原因なんだろうと調べたら、プラスチックゴミが原因と知ったので、で有明機械にもあるのではないか、影響があるのではないかと考えて調べました。実際に有明海のゴミを拾い調べたところ、結構硬い感じのプラスチック、結構小さなプラスチックゴミが多かったですね。自ら行動を起こして有明海が抱える問題を発見した熊谷さん、もしかしたら他にも問題があるのかもと有明海についてもっと調べてみることに。有明海の海苔を水鳥などが食べてしまうということをお父さんから聞いたり、記事とかも見たりして、でやっぱり共存してほしいですし、研究したいと思いました。有明海は海苔の生産が販売枚数、販売額ともに18年連続で日本一に輝くほどの一大産地。その一方で、肥前鹿島干潟はラムサール条約湿地に登録され、絶滅が危惧されている希少な鳥類も飛来する貴重な場所でもあるんじゃ。専門家の方々やたくさんの方々にインタビューや取材をしたりして、海苔の生産を増やしながら水鳥の環境も整えられているような有明海にできたらいいなと思っています。鳥と海苔、そして私たちの暮らしと海、ちょっとした気づきが豊穣の海、有明海とうまく共存できるきっかけになるのかもしれませんぞ。海と日本、見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。